思い出すことなどは、夏目漱石が1910年の修善寺の体感を自ら描いた随想。漱石の前期三部作と後期三部作の中間の時期に書かれた。第1回から32回までは1910年10月29日から翌年2月20日の間に、完結的に最後の33回目は1911年4月13日に病院の春と題して、 朝日新聞に掲載された。漱石は1910年6月18日から7月31日まで、胃潰瘍で、長宵町長病院に入院していた。退院後、門下の小根東洋城が、北白川の宮の秘書に随行して、修禅寺に行くことになり、漱石は洋城のつもりで、修禅寺へ同行した。ところが漱石の意はむしろ悪化し、8月17日に、吐血。 東洋城が東京へ連絡し、翌18日に、長代病院の森成林蔵医師と坂本節長が19日に妻の京子が修前寺に到着。彼らの見守る中で8月24日に漱石は3度の吐血を敷得となった。幸いにその後回復に向かい、10月11日に東京に移送され、長代医長病院に入院。 翌年の2月26日に同院を退院した。つまり1から32章は長与病院入院中に書かれている。内容は以下の3部に分けることができる。長与医長病院での日常の報告、随想。これには見舞いの連絡をもらった多くの人々への報告の意味があった。8月6日から24日の帰得に至るまでの修善寺での回想 この追想の中核をなす。8月25日以後の修繕寺での回復過程。ただし、漱石の思考の記載が多く、出来事を記した部分は比較的少ない。漱石が宿泊した菊谷本館は戦後解体され、当時の別館が現在の本館になった。修繕寺の箱湯の横に本館跡の掲示がある。菊谷本館2階の漱石が凍結した部屋は、 修善寺日の里へ移築され、夏目漱石記念館となっている。ありがとうございます。